送会社で楽しく働いていた一致。ある日突然辞令を受けて、本社に移動することに。しかし移動先の上司は、学歴を鼻にかけ、一致を低学歴だと見下してくる。暴言を繰り返す上司を見かねて、他の社員を思わずかばってしまう一致。一致に反論されて、上司はますますイキり立ち、ひどい剣幕で怒鳴りつけてきた。しかし、後日一致があることを暴露すると、上司の顔は青ざめていったのだった。本社に移動した私を、低学歴のババアと罵る課長。仕方がないので課長を、ギャフンと言わせた話。急に本社に行けなんて、本当にたまったもんじゃない。ああ、人事異動なんて憂鬱だわ。わかる、突然異動って言われても、はぁって感じだよね。おい一致、転勤族の俺に謝れよ。毎年ハイハイって家族のために、日本全国放浪してるんだぜ。まあ、今回の異動にはちょっと裏があるからね、仕方ない。そう思ったからしぶしぶ受けて、今日は初出社だったんだけど。初っ端から、こんなひどい言葉をかけられるとは。低学歴のババアが俺の職場に来ても、邪魔なだけだ。帰れ帰れ。ここの空気まで低能に染まったら、どうしてくれるんだ。上司の課長に挨拶したら、学歴を聞かれたので、D 女子高卒で、と答えたらいきなりこれだ。事前に聞いてはいたが、この A 課長は学歴がご自慢らしい。まあ、それも当然かもしれない。うちの会社の中でも数人しかいない、レアな超高学歴の持ち主なのだから。なのに何年も課長止まりなのは、不思議なことではあるけれど。仕方なく私は、目の前で目を怒らせている課長に答えた。すみません、時期外れなのはわかってるんですが。専務から異動の辞令を受け取りましたので。しばらくの間だと思いますけど、よろしくお願いします。専務の名を出されて、課長はちょっと鼻じろんだ顔をした。専務の？ああ、また例の、女性活用キャンペーン絡みか。役に立たない女ばっかり増やしたって仕方ないのに、全く専務も懲りないな。どうやら勝手に勘違いしてくれたようだ。私の異動の理由は本当はちょっと違うのだが、都合がいいので黙っていた。というか、こんなことを言うところを見ると、学歴至上主義に加え、課長は女性が嫌いらしい。できるだけ俺の視界に入らないようにしてくれよ。ババアの顔なんて、日に一度でもたくさんだからな。そう言い捨てると、課長はぷいっとどこかへ行ってしまった。自分の席もわからず、途方に暮れていると、若い男性が声をかけてきてくれた。一致さん、災難でしたね。でも気にしないでください。課長はほとんど誰にでも、いつもああいう感じなんです。そう言って私を席まで案内してくれたその男性は、同僚の B と名乗ってくれた。きっと辞めた先輩の代わりに来てくれたんでしょ、一致さんは。正直助かりました。僕ももう限界だったんで。若いのに随分疲れた顔をしている。よく見ると目の下に、青黒いクマが浮いている。つい、おかん根性が湧き出して、思わず私は聞いてしまった。ねえ、大丈夫なの？ちゃんと食べてる？よく眠れてる？驚いた顔をしたミー君は、やがてふにゃっと笑った。そんなこと言われたの、久しぶりですよ。ここ最近、人手が足りなくてみんなギスギスしてて。なんか、感情が擦り切れてしまって、人の心配する余裕なんか、全然ないんですから。そんなに？人手不足は聞いていたが、これは聞き死に勝る状況なのかもしれない。少し話を聞いてみる必要がありそうだ。そう思った私は、席に着いた後、よかったらお昼でも一緒にトビー君を誘ったのだった。課長が来てから辞めた人は、もう両手じゃ足りませんよ。他部署からも何とかしろって言われてるんですが、僕に言われても。そりゃそうよねー。B 君はせっかく頼んだチキンカツが、冷めていくのも構わず愚痴り続ける。どうでもいいけど、本社だけあって、社食の量と味は申し分ない。元いたところでも、ここを見習ってくれないかな。そんなことを思いながら、私はメンチカツ定食を味わって食べていた。やっぱり原因は、あの暴言。ひどいもんねー、いくら高学歴だからって。けれど、私が同情するように言ったことが、かえって B 君の感情を逆なでしたようだ。そんなくらいじゃ、みんな辞めてったりしませんよ。運送会社にいるんですから、多少の荒っぽいことならみんな慣れっこです。特にうちの部署は、顧客からクレームだってきますからね。と、目を怒らせながら B 君は言った。え、じゃなんで？と、私が聞きかけた時、昼休み終了のチャイムが鳴ってしまった。一致さんも、うちの部署に少しいれば、きっと原因がわかりますよ。そう諦めたように、B 君は半分も食べずに、盆を下げに立っていった。仕事していれば、嫌でもわかるということだろうか。B 君の意味深な言葉に、私は首をかしげながらも、ひとまず様子を見ることにした。
彼の言っていた意味がわかる日は、割とすぐ来た。あの課長は、同じ仕事をこなしていても、部下によって態度が全然違うのだ。例えば、ある部下が顧客のクレーム率を、データにまとめて報告したとする。それ自体は仕事の一環だし、はっきり言えば部署の誰でもできることだ。だがお気に入りの部下がそれを報告すると、会議の場で課長は褒めちぎるのだ。いやぁ、C 君はさすが高学歴だけあるな。こんな難しいデータをグラフにまとめてくれるなんて。大学では統計を勉強していたんだったな。俺のところより劣るとはいえ、K 大学もその分野では有名だものな。高卒のどっかのババアに、爪の赤を煎じて飲ませたいくらいだよ。と、さりげなく私をディスりながら、C 君をみんなの前で称賛する課長。C 君もニヤニヤしながら、得意げな顔をしている。でもこんなデータ、はっきり言って役に立たない。データをまとめてクレーム率を知っても、クレームを減らす案を出さなきゃ意味がないのだ。会議に出席している他の社員は、全員それを理解しているらしいのに、黙っている。それは、B 君みたいな目に遭いたくないからだろう、と私は思っている。実は別の会議で、事故率のデータを、B 君が出したことがあった。その時の反応で、私は課長が嫌う社員にどんな態度を取るのか知ったのだ。ふざけんな、B 君。仕事舐めてんのか、ヤクザっぽく恫喝する課長だが、小柄なせいか、チンピラが絡んでいるようにしか見えない。いえ、でもこのデータを見ていただければ、社員の睡眠時間と事故率の因果関係が。はぁ？こんなデタラメなデータ、上層部に上げられるもんか。お前、俺の評価を落とそうとして、わざとこんなデータを捏造したんだろう。まったく、大卒でもエフランでは程度が低すぎて、本当に嫌になるよ。C 君みたいな部下ばかりだと、助かるんだけどな。と、課長は B 君に嫌味全開だった。でも資料を見た限りでは、B 君の分析はまともだ。事故率と社員の睡眠時間が反比例しているのがわかる。要するにちゃんと睡眠取らせないと、運送事故が増えますよということなのだ。これから繁忙期になるので、上層部の会議に挙げて叱るべきデータなのだが、ちょっと考えた私は、B 君の援護をしてみることにした。このデータは正確だと思います。調査方法も間違っていないですし、防止策もちゃんと練られてます。採用されるかどうかは別ですけど、上層部に挙げる価値はあるんじゃないでしょうか。しかし、課長は案の定、聞く耳を持たなかった。それどころか、徹底的に私を馬鹿にしてきたのだ。高卒のババアに何がわかるんだ。B 君のデータが正しいって、どういう根拠で言ってるんだ、根拠って、それは、説明しようとしたが、課長に遮られてしまった。大体、お前データの見方なんて知らないだろ？高校では教えられないもんな。Excel の使い方だって怪しいもんだ。それは課長の方だろう、と思ったが、私は黙っていた。どうしても自分が入力しなければならない表を、女子社員にやらせているのを知っていたからだ。私をやり込めたと思ったのか、課長は調子に乗って喋り続けた。女性活用キャンペーンだかなんだか知らないが、全く女は口だけが達者で困るよ。高卒を会議に参加させてるだけでも、ありがたいと思ってくれなくちゃな。大体、正しいかどうかもわからないデータを、出してきた B 君も B 君だ。よし C 君、C 君が B 君のデータをチェックしてくれ。いきなり何を言い出すんだ、この課長は。呆れた顔をしている私とは対照的に、他の社員はまたかというような顔をしている。そして名指しでデータを渡せと言われた B 君は、蒼白になって唇を噛んでいた。C 君がチェックして間違いないなら、上層部にあげるのもやぶさかでないぞ。B 君、その間暇だろうから、C 君の下働きでもしてやれ。そうだな、顧客クレームのデータが、紙で大量に倉庫にあるんだ。あれ邪魔だから、全部お前がシュレッダーしろ、わかったな。おばさん、お前も手伝ってやれよ、いらぬ口を挟むくらいだ、きっと暇なんだろ？言うだけ言って、課長は会議室から、さっさと出て行ってしまった。そしてその後、私は C 君の分析結果として、B 君のデータが上層部に挙げられたことを知る。なぜなら C 君が社内で表彰され、奨励金までもらったと発表されたからだ。こういうことか。私はなぜ、B 君がすぐわかると言ったのか、他の社員が無気力なのかわかった気がした。どんなに一生懸命働いたとしても、その成果を他人に横取りされるのではたまらない。やる気がなくなるのは、ある意味当然だ。B 君もすっかりしおれてしまい、毎日出社してくるものの、正気がない。私は心配して見守っていたが、ある日、B 君のデスクに白い封筒があるのを見てしまった。B 君君、それって。思わず口に出すと、B 君は私を見て、自重するように笑った。だってしょうがないじゃないですか。ここにいればいるほど、課長に目の敵にされるし。かといって、
他の部署に移動しようとしても、評価が低くつけられてるから無理なんです。資格取得の邪魔もされるし、もう辞めるしか。え、邪魔ってどういうこと？この会社のいいところは、必要な資格取得に、会社が全額の負担をしてくれることだと思う。実はこの仕組みができた背景には、私も関わっていたのでよく知っているのだ。こう言っちゃなんだけど、課長の立場で、資格取ろうとする部下の邪魔なんてできないはずよ。反論する私に、B 君は唇を歪めて答えた。それが、できるんですよ。そして B 君が教えてくれた事実に、私は本気で腹を立てた。まさかあの課長、部下を贔屓するだけじゃなく、こんなこともしているなんて。絶対に許せない。そう憤った私は、絶対に課長をとっちめてやると、心に誓ったのだった。ひでえ俺様上司だな。俺のバカ上司だって、シュレッダーしとけなんて言わないぜ。一気の移動にはなんか裏がありそうだね。有能な若手社員が潰されそうになっているのを知り、我慢できなくなった一致。これ以上被害を出すまいと決心し、水面下で着々と動き始めた。そんなことも知らず、相変わらず一致の前で、暴言を繰り返す上司。しかし、この後課長は、因果応報という言葉を、身をもって体験することとなる。なんとか B 君に退職を思いとどまらせた後、私はより一層注意して課長の言動を観察した。すると、大半の社員が課長のせいで、働く意欲が削がれていることが分かった。このままだと、大量退職一直線だと考えた私は、予定より早く行動を起こすことにした。ああ、気楽に、気楽にしてくれたまえ。君たちの普段の仕事ぶりを知りたいだけなんでね。そうは言われても、みんな固くなるのは無理もない。ただの部署会議に、専務が同席しているのだ。さすがの課長も、今日は勝手が違うらしい。いつもの罵倒も影を潜めている。そして会議が終盤に差し掛かった時、私は手を挙げ発言を求めた。なんだ、ババ。えへん、一致くん、言いたいことがあるのか？いつものようにババアと呼びかけて、さすがに専務の前ではまずいと思ったのだろう。咳払いでごまかした後、課長は私を促してきた。私は立ち上がり、課長をまっすぐ見て発言した。今年の本社グッドアイデア賞を C さんが受賞しそうだというのは本当ですか？あの企画は B 君のデータが元だと課長はよくご存知のはずですが、こんな質問をされると思ってもいなかったのだろう。課長は不意をつかれたような顔をした。そんなこと君には関係ないだろう。他人の仕事に口を挟むんじゃない。まったくこれだから高卒は。いつもの嫌味を言い出した課長に専務がストップをかけた。ちょっと待ちたまえ、聞き捨てならないね。C 君の発表は私も知ってるし、本社賞を取りそうだというのも本当だ。あれは、違う社員の成果だということかい？課長は慌てたように弁解し始めた。確かに最初に出してきたのは B 君ですが、とても使い物にならなくて。いかにも困ったというように、課長は三文芝居をし始めた。でもエフランでの B 君では、あれが限界だったんでしょう。C 君がよりわかりやすくまとめてくれたおかげで、賞までもらえるほど充実した内容になったわけです。いやあ、やはり学歴の高い若者は優秀ですな。いえ、比べてみましたが、会議資料のものと一箇所も変わってませんでしたよ。私がスパッと否定すると、課長の顔が怒りで赤く染まった。お前みたいな高卒ババアに何がわかる。いい加減にしないと。いい加減にした方がいいのは、君だよ。その時専務が、よく響く声で課長に言った。会議室が静まり返る。一致君の功績も知らないで、何を言っているのかね、君は？大体、ここに一致君が移動してこなかったら、業務を続けられるかどうかも危うかったんだよ。聞いた課長は、とても間の抜けた顔をした。へ、専務、それはどういうことで？やっぱり気づいていなかったのか。まあ、だろうとは思っていたが。課長、あなたは今までもそうやって、お気に入りの部下に手柄を横取りさせてたんですね。だからこの部署の人たちはやる気をなくして、みんな辞めていったんですよ。わかりますか？あなたのせいで、本社に何が起こりそうだったか。運行管理者が一人もいなくて、下手をすると事業停止になるかもしれなかったんですよ。私がそう言うと、課長は目を丸くした。この部署は、平たく言えば、運送業務を行う車両とドライバーを管理する部署だ。そしてそういう部署には、必ず運行管理者という資格者がいなければならない。もしいないまま業務を続けると、行政処分で、マジで30日間の事業停止になるのだ。そればかりではない。運輸局によって社名が公表されてしまうので、相当評判に傷がつくことを覚悟しなければならない。課長はどうやら、気に入らない部下を、追い出していただけらしい。
けれど追い出した部下たちは、みんな、運行管理者の資格持ちだったのだ。私は以前、運行管理者の資格を取らせてもらったんです。だから、この資格の大変さや重要性は、よくわかってます。なのに課長、あなたは B 君が資格取ろうとしたら、妨害したそうですね。それは。B 君から話を聞いたときは、開いた口が塞がらなかった。申請したのに、全然お金が振り込まれないから、おかしいと思ったら課長が妨害してたんですよ。そう言って教えてくれたのは、いわば詐欺みたいな課長のやり口だった。この会社では業務のため資格取得をしたいというと、その資格に応じて一定金額が事前に渡される。結構太っ腹な金額なので、参考書を買うのや、受講料、受験代も十分賄える。おまけに、合格不合格に関わらず、余っても返さなくてもいいという条件付きだ。しかし、課長は B 君の申請が通った後、実際にお金が振り込まれる前に妨害をしたという。なんと、B 君が都合により受験を取りやめたが、代わりに C 君が受験すると偽って申請したのだ。もちろん B 君は、取りやめてなどいない。変更の連絡を受けた経理部は、当然 C 君に振り込む。おかしいと思いつつも、試験のため勉強して、資格取得後にこれを知り、B 君は呆然としたという。ちなみに B 君に教えたのは、課長自身だった。お前なんか受かるわけないと思ったから、会社の金の無駄だと思ったんだよ。それもこれも、お前が日頃無能だからなんだし、まあ、悪く思うなよ。そう言って去っていく課長に、B 君はもう何も言う気になれなかったという。ちなみに C 君は試験は受けたものの、かすりもしなかったらしい。これって、社内文書の捏造ですよね。絶対してはならないことだと思うんですけど、どうなんですか、課長？私が冷静に問い詰めていくと、課長は突然、逆ギレし始めた。うるさい、高卒の無能ババアに何がわかる。俺の言うことに従わない、お荷物の部下が悪いんだ。運行管理者だと？お前なんかに偉そうにされなくても、そんな資格持ち、いくらでもいる。いくらでも雇えば問題ないだろう、え？専務の前なのも忘れて、わめき散らす課長。それを止めたのは、静かに怒った専務だった。いくらでも雇えば、だと？ふざけた口を聞くんじゃない、それは人事部の仕事だろう。ああ、でも今のではっきりしたよ。課長、君が会社のお荷物だってね。な、専務、それはないでしょう。焦った声で、課長は言い出した。私はこれまでバカな部下をカバーしながら、一生懸命やってきたんですよ。大体、高学歴な私が来てやったというのに、この会社の奴らはありがたみもわかりもせず。ありがたみ？ありがたみって、何ですかね。例えば、監査に来る役人に顔が利くとか？私はちょっとバカにするように言ったのだが、なんと課長は飛びついてきた。そうだ。同じ大学を卒業した者同士だから、話も早くて、監査でもスムーズに行ったんだ。そういった面でも、私は役に立っていたはず。全然、ですよ。ぼそっと言ったのは、B 君だった。先輩が監査に来た担当者からクレーム受けたんです。業務を知らない者を出してくるなって。大体、同じ大学とはいえ学部も卒業年も違うのに、知り合いずらされても不快なだけだって。この話は相当広まっていたのだろう、他の社員もうんうんと頷いている。そんな。本気で課長はそう思っていたのか、冷や汗を流し始めた。もうはっきりしたね。会社のお荷物は君だよ。この部署にいるのに、運行管理者の大切さを知りもしない。それどころか、せっかく資格を取ろうとした、部下の邪魔をするなんてな。それにあの制度は、お互いまだ若い頃、私と一致くんが苦労して作り上げたものなんだよ。一致くんが、資格取得を希望している若手が、生活に余裕がなく、諦めてると教えてくれてね。そんな悲しい思いをさせてはいけないと。二人で話し合って作った制度なんだよ。それも知らずに、よくも悪用してくれたものだ。厳しい専務の言葉に、課長は真っ青になったが、他の社員は、私に尊敬の眼差しを向けてきた。専務ったら余計なことを。まあ、本当のことだから仕方ないが。大体、部下をなんだと思ってるんだ。ここは人が辞めすぎてると、人事から警告を受けてるはずだよ。それなのに改善する気配もなかったね、君は。だから私が、昔馴染みの一致くんに頼み込んで、古巣から移動してきてもらったんだ。ただの女性活用キャンペーンの一環では。呆然としてこっちを見る課長に、私は肩をすくめてみせた。勝手に移動の理由を勘違いしたのは、課長の方だ。本当は昔馴染みの専務に頼み込まれたからなのに。本社で運行管理者が次々辞めていくので、業務ができなくなりそうだ。
それにどうやら、部下の扱いもひどいらしい。どうかそれを止めるために、力を貸してほしい。上司と部下の関係に問題がある職場を、かつて私が改善したことを、専務はよく知っていた。その専務に頭を下げられ、仕方なく私は、慣れ親しんだ古巣を出てここに来たのだ。一致くんからの報告で、どんなひどいことをしてきたのか、よくわかったよ。経理に言えば、資格取得制度を悪用した証拠も、すぐに出てくるだろう。とりあえず一致くんを課長代理にして、業務を代行してもらい、君は人事部付きにする。調査が済むまで、君は自宅で謹慎していたまえ。そんな。がっくりした課長と、その隣で青ざめる C 君を残し、私たちは会議室を出た。専務、課長代理っていつまでですか？私、早く古巣に戻りたいんですけど。そう問いかけると、専務は驚いたような顔をした。本社の役職付きになれるんだよ、何が不満なんだ。頼むよ、このままいてくれよ。待遇も段違いだよ。本社の社食は確かに魅力的ですけど、それぐらいしかないんですよね、逆に言えば。私は元のところで、幼稚園や、スイミングスクールのバスの手配、したいんです。それに、私の後任ならいい人がいますよ。あんな露骨ないじめにもめげず、ドライバーのことも考えられる若手がね。正気が蘇った顔をしていた B 君を思い浮かべ、私は専務に微笑んでみせたのだった。運送会社にいるのに、そんな重要な資格持ちを、気に入らないからと追い出してたなんて。資格を取る費用もくれるなんて、いい会社なのに、学歴だけでこんな課長を採用しちまったのかな。学歴で人を見下す課長を成敗し、若手社員たちの未来を救った一致。もしもあなたが一致のような目にあったら、どうしますか？コメントにて教えてくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ちなみに、2022年の調査で就職に役立つ資格の、第1位は日照簿記検定、第2位は TOEIC でした。